皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、シーズン11のマップがリークされたんで、そこからいろんな発見や考察をしてみようと思います。それでは行ってみましょう。let's go <S では早速マップ出していきましょう。こんな感じになっています。画像がなくて申し訳ないんですが、ここから来る情報をいろいろお伝えします。 この画像は横8マス、縦6マスになっていて見切れています。実際は下にあと2マスあって、エリアは合計12箇所見えるんですが、もしかしたら見切れてる下2マス、2列分どっかに間違あるかもしれません。まあ、ほとんど見えているんで大丈夫と思いますで。エリアは16箇所、なんと3箇所昔の場所で、プレゼントパークとソルティースプリングスとリテールローが残っています。 僕はシーズン1からソルティの民だったんで、マップが全く別物になると知った時はめちゃめちゃ悲しかったんですけど、まさかのしぶとく初期の街3つ生き残りましたね。画像が悪いんではっきりとはわかんないんですが、形も一緒と思います。リテールローもメガモールに一回変わってるんですが、リテールの方に戻ってるまんまだと思います。ただ、今リテールが特殊エリアでゾンビが出てくるじゃないですか。見た感じ特殊エリアっぽいゾーンはないんですが、 チャプター2次のバトルパスの概要映像でキューブが映る場面があったんで、もしかしたらまだ何かあるかもしれません。バトルパス概要映像はまた違う動画で考察してみたいなと思います。で、あとは位置が結構ずれたぐらいですね。結果的にはこれはかなり嬉しい人が多いんじゃないかなと思います。チャプター2で早速勝利したい方は、降り慣れてる街に降りるのが楽と思います。 逆に他のコサマップフェイタルとかロンリーとかはなくなっちゃってますねタワーのやつも一番初期のタワーは帰ってくると聞いてたんですけどおそらく今のところはないですねただフェイタルとかアナーキーとかの代わりに真ん中にちょい右にフレンジーファームっていう熱狂的な農場っていうのが直訳ですねっていうところが茶色いところですねあってここが真ん中寄りな割にはすごい大きなエリアなんで かなり人気なスポットになるかなとは思ってます。ぜひ一度訪ねてみたいですねで。次はここに注目してほしいんですが砂浜があるんですよね。他の場所にもあるし水の真ん中の湖にも直結してるんでまあ泳いだりボートも出るっていう説が濃厚なんで水も一個のテーマなんだと思いますで。あんまり重要ではないとは思いますがここからわかることは水で死ななくなったってことですね。 q マップでもルートレークとか水はあったんですがそれだけではなくて外の海ですね外の海は触れたら即死だったんですがシーズン2は死なないんじゃないかなと思いますでさらにここからわかることが前の島って海に浸かったら死ぬので島の周りがほとんど断崖絶壁だったんですが今回は砂浜みたいに地上と海の境目がちゃんとくっついているんですよねつまり前の島は全体的に底上げがされてたんですが 今回はそれがなくなっているんで、前のマップよりも地面のある位置、高さが低い可能性があります。まあ言い換えると最大高度が増えたり、より島の中での斜面が増えたりしてるんじゃないかなと思います。現実の変わって山から海へ下るのが普通なんで、仮に当てはめると真ん中がかなり高いところで徐々に下っていくのかなっていう感じもありますね。 ただ川は別にへこんでいる感じもあるんでもしかしたら起伏が底の起伏もすごい多くなってるかもしれません、まあ、例えばソルティとかタワーとかの間に通ってる川ですねあそこみたいに川と川の間に断崖絶壁があるんじゃなくてもっと緩やかな丘とか緩やかな斜面にはなってるんですがああいう感じの斜面がものすごい多くなってるんじゃないかなと思います 斜面の建築とか結構謎の大きさの建築になって挟まって死んだとかいう苦い経験がある人は要注意ですねはいでは次はちょい細かいんですけど川だけではなくて土の道もちゃんと作られてて街と街を繋いだりしてますよねさっきも言ったんですがマップの起伏が激しくなる可能性は高いですよねでその分車って使いにくくなると思うんですがわざわざ道を作ってあるんで 船だけではなくて車も復活もしくは新しい車が出てくるかもしれませんまあ次の次のシーズンのための準備かもしれませんけどワンチャンあるかなと思ってます最後はプレイとは関係なくて個人的な感想ですがめちゃめちゃマップが裂け目に似てますよねここまでコツコツと伏線を置いてそしてでかいイベントをやってきたんでもしかしたらまた伏線と暗号が飛び交うストーリーが 新しく始まるのかそれとも既に続いているのかもしれませんね何か探してみても面白いと思います新マップは見た目で派手とか新しいエリアばっかりとかではなくてリテロソルティープレパが残っていることとか海で死なないこととか高低差がすごそうなこととかいろいろしゃべりましたマップを含めて全て憶測の域を出ないですが楽しみなのは間違いないですねそれでは皆さんまたね